はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回はビール、生ビール。サントリーのクラフトセレクトシリーズのバイゼン。これ飲んでないよね。ちょっとわかんないんだけど、賞味期限がですね、なんと2ヶ月過ぎていて、飲むのをすっかり忘れててですね、段ボールの中に入ってたんですけど、まあ大丈夫でしょう。うん。あんまり気にはしない。アルコール度数 5.5%。フルーティーに香るバイゼン。バイゼンってことはこれあれだな。小麦ビールか。フルーティーな香りとまろやかで、爽快な、余韻。香りが5つ星、旨味が4つ星、苦味が1つ星、ボディが3つ星と書いてあります、ここに。ね。天然水 100% 仕込み。原材料が麦芽、過去小麦麦芽、大麦麦芽、ホップ。となっております。もう、売店が何かも説明されてないっていう。多分これ、売店ってことは、小麦ビールなのか。いわゆる白ビールってやつか。多分白ビール。売店。乾杯。やっぱ白ビールだ。うん、白ビールっぽいですね。バイゼン。白ビール。バイゼンとドイツ語で小麦の意味。通常ビールは、大麦から作られますが、バイゼンは原料の 50% 以上が小麦。うん。美味しいです。香りが、なんだろう。なんか、なんやろな。甘いというか。なんか、香りがすごい、なんか、桃みたいな香りするね。桃、なのか。なんでしょう。まあでも小麦ビールって俺あんまり好きじゃないんだけど、まあでもこれは美味しいですね。まあいわゆるまあ銀河高原ビールとかねよくありますけど。まあ、あんな感じなんだけど。でも、それにしちゃこれあれだな。かなり香り強いっすね。うん、まあまあ。まあ、いろいろね。やっぱりね、ビールはいろいろあるんですけど。まあやっぱり俺が一番好きなのは、まあペールエールか、エール系の、うん、ペールエールとかさ。ペールエールかな。一番しっくりくるのがペールエール。いわゆる、ね、いわゆるペールエールってやつで、まあ、ペールエール。ペールエールは淡い色の大麦麦芽を使用して醸造する。伝統的な例はイギリスのパブのビターである。アルコール度数は 3% から 4% 以上で最高でバーレーワインの、12% である。ホップの度合いも様々でほとんど気づかないレベルからダブルインディアペールエールの例のように。100IBU 超えまで幅広い。なんだこの 100IBU って。IBU。あ、国際苦味単位なんてあんだ。へぇー、知らなかった。今の今まで知らなかった。国際苦味単位。IBU だった。
英語で IBU だ。はぁ、こんなあるんだね。てか、ダブルインディアペールエールって、WIPA か。WIPA なんて俺飲んだっけ？飲んだことない気がする。IPA、インディアペールエール、え？ IPA、WIPA って俺飲んだっけ？飲んだことない気がする。ダブルインディアペールエールって。あったっけ？ WIPA なんて俺飲んだことないぞ、多分。飲んだっけ？飲んで、あ、飲んだか。ミノービール飲みましたね。そう、ミノービール。以前飲みましたね。瓶のやつ。高いやつね。クラフトビールで WIPA すっげえ苦かったやつ。俺がクソ逃げーっつって言ったやつね。ああ、飲んだ飲んだ。インディアペールエールは当初は、イギリスや、まあいいや、これはまあいいや。まあ、いわゆるペールエールっていうのは、あれっすよね。苦めの。苦くて、まあ大体の場合だと、なんだ。なんか、柑橘系の香りがするやつね。うん。まあ、柑橘系香りしないやつもあるんだけど。大体の場合、柑橘系だよね。アメリカンペールエール。ヤフーブルーイングの夜な夜なエールも、これはペールエール。アメリカンペールエールらしいです。コンビニなどでも買えるようになった夜な夜なエールのおかげで、ペールエールの中でも比較的日本人の知名度が高いビールが、このアメリカンペールエール。はぁ。あとは売ってるとこが割と多いのは、バスペールエールとかね。バスペールエールとか美味しいです。これはイングリッシュペールエールらしいです。イギリス産のホップを使用したイングリッシュペールエール。これ美味しいですね、バスペールエール。バスペールエールは美味しい。うん、まあ、瓶のやつで割と有名なんで。これは飲んだ方がいいと思います。俺確か5つ星つけたっけ？うめえっつって5つ星つけたよね。確かね、5つ星だかはつけたはず、うめえっつったら多分、以前の動画で、多分俺5つ星つけたと思うんだけど。気のせい。忘れたな。まあ4つ星はつけてたら。ペールエールは、うまい。間違いなく美味しい。ただ苦味が割とっていうかかなり強めなんで。あれですよね。まあ、苦味が嫌いな人はあんまりおすすめではない。この、バイツェン、白ビールは、苦味が逆に少ないやつだよね。バリカシ美味しゅうございました。ただ、ビールはね、俺、すぐ、酔っ払うんで。酔っ払うというか、吐き気するんですよね。吐き気がね、これ、缶のやつ2杯っていうか、2本飲むと、もう、うわーってなるんで、大変なんですよ。ビールに弱くなったんだ。本当にビールダメになったね。もうこの1本でもう十分だもん。うん。
香りはかなり強めですね。まあ、これは、今更ですけど、まあ、美味しいでしょう。うん。多分もう売ってねえと思うね、これね。2344です。ご視聴ありがとうございました。